はい、突然始めます。じゃあそんなわけで、はい、今日は新たに講師トレーニングを始める3人のうちの1人、ミッキーさんに来てもらってます。たったら、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、ミッキーさん。ミッキーです。ミッキーです。ミッキーはあれですよね、はい、私たちがいろいろ相談のせいに決めたあだ名ですよね。そうですね、うん、まあ、自己申告したっていうのもありますよね。本名は伊勢真紀子さんですね。はい、伊勢真紀子さんで、こうマッキーかミッキーのどっちかがいいかなみたいな話になって。そうです、旧姓がミッキーなんですね。そうです、そうです、そうですね、ぜひミッキーと呼んでください。ミッキーさんでございます。はい、ミッキーさん、いろいろ質問というか、まあ、いろんな見てる方にミッキーさんのことを知ってもらいたいので、はい、こうまず簡単にこう身の上話というか自己紹介というか、自分はこんな人間ですっていうのをお聞きしたいなと思ってます。はい、いかがでしょう。いきなりですね。はい、はい、ちょっと緊張気味ですね。めっちゃ緊張してますよ。口パッサパサで。お水飲みながら。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速、まず一息。まず一口お水飲んでください。ありがとうございます。伊勢真紀子です。理学療法士です。まず大学に入った時に心理学を学んでたんですよ。全然もう専攻が？専攻がそうです。人間科学科っていう、まあ、心理学、深層心理とか、うんうん、なんかいろんな心理学をあんま出てこないんですけど学んでて、はい。で、まあ、あとテニスをずっと続けてたんで、公式テニスを、うん、でそれで怪我する子もいたら自分でテーピング勉強してとか、うんうん、まあ、それっぽいことをするのが好きだったんですよね、うんうん、で大学4年生の時に、まあ、これはちょっと心理学ではないな、なんかこう誰かにありがとうって言ってもらえるような怪我とか、そういうあと年を重ねた方たちを助けれたらいいなと思って理学療法士を目指し出したんです。で専門学校に行って、ああ、そかそか入り直して、そうなんです。あ、卒業した後にまた行って、うん、で理学療法士、これめっちゃ面白いやんっていうのでハマったわけです。ハマったわけです。でその勉強してる中で、とにかく解剖学と生理学が、あと病理学とかがアホほど好きで、いいですね。生理も好きなんですね。生理服大好き。素晴らしいですね。ありがとうございます。生理苦手です私。で それで、うん、その時点でなんでこの仙骨ってなんでこんな形なんやろうとか、うん、携帯に興味、そうなんですよ、胸骨とかいい、ね、なんか変な形やなとか、うん、やっぱ一番好きなのは腸頸骨やってずっと思ってたんですよ。で腸頸骨めっちゃ綺麗わ、でこの上に下垂体飲んねやろとか思ってすごいもうこう妄想の方向がいいですね、うん、そうなんですよ、もうこれって腸頸骨傾いたらなんか面白いっていうか、あかんこと起こりそうとかすごい思ってて、でまあ臨床に出たんですよね。でも全然誰もこう腸頸骨なんて話さない理学療法士さんもそんなにいらっしゃらなくて、こう変態欲がもやもやしてたわけですよ。でまあ腸頸骨語り合いたいな、そうですそうです、もう腸頸骨と語り合いたいっていうのをずっと胸に秘めて、まあ、整形外科で働き、その後訪問リハビリにも行き、で整形外科の立ち上げとかも携わったりして、でもうそれでもやっぱり腸頸骨にはまだ出会わない、腸頸骨探ししてくれる人いなかったんですね。そうなんです、出会わなかったんですよね。でそうこうしてる時にお友達がパフォーミングアーツ&スポーツメディスンインスティテュートっていうパスミンっていう、はい、団体を立ち上げることになって、うん、でそこの代表の川崎明宏っていう代表なんですけど、そのアキさんって呼んでるんですけど、アキさんが、まあ、一緒にやらないかっていう風にそのお友達経由で誘ってもらって、うん、今所属はパスミンなんですよね、うん、パスミンっていう所属の理学療法士で、まあ、セミナーを運営、うん、企画したりしていると、はい、そういう流れでやってきて、まだ腸頸骨出てこないんですよ出てこないで、まあ、実際見てるクライアントさんたちは、うん、バレエの関係者、クラシックバレエの方とかが多いですね。あとザ・パスピーシーですね。もうそうなんです、凄まじいっすね。もうザ、そうです、言ったらあかんこと言うから誰の果てとか言うんですか、誰の果てとか言っちゃダメだ、大丈夫です、みん
な言ってる、みんな言ってる。言っちゃダメなやつと思ってる。パソリン氏の慣れの果て。慣れの果てを。なんかあの慣れの果てというか、まあすごく酷使する人たち、うん、もう本当人間を超越してる、うん、もう。そうですよね。人ってこんなことできるのっていうことをしなきゃいけないですもんね。そうなんですよね。でそういう人たちを見た時に、あのわこれ結構難しいな、筋力強化とかではやっていけないぞ、うん、っていうふうなことをすごくこう、どないしたら今のこう単発の筋肉を狙っていっても難しいなっていうところで、うん、あのうちのアキさんが PRI っていうのあるよ、ちょっと僕難しいかもしれないからマキコさん行ってきてよみたいな。あ、そうは行かずにマキコさん受けといてって言われて、僕は受けたいってずっと思ってたんだけど、うん、ちょっと今難しいからマキコさん行ってきなよ、お金出すから最高じゃないですか。そうなんですよ。でホームページ見て、うん、あれ結構なんか面白そうやん、じゃあ行ってこよっかなっていう感じで行ったんですよ。最初がペルビスでした。ペルビス、はいはいはい、最初ペルビスか、なんか京都のでしたっけ。そうですそうです、私の。そうです。あ、そうかそうか。でなんかペルビス受けてる最中に、うん、なんか前腰筋、ポスチュラル、うん、ペルビスの順番で受ける方が多いっていう、最後来てもたっていう終わりから来てる。まあでもなんかこう結局まとまってお勉強できるんかなっていう入りで行ったら、うんうん、なんかあれなんかこの話聞いていたらもしかしたら超脛骨に出会えるんちゃうのかな。そう、出会いますね。すごい、出会います、ね、その感が。なんかそこで私あのすごいもうなんか興奮しすぎて、お昼休みとかに多分さゆりさんに、私仙骨と胸骨と腸脛骨がすごい好きなんですけどこれってって言ったら、なんかこう 3S 全部 S ですよね。そうですそうです、スピノイルとスターナムとセクル、そうそうそう、ロンが喋る3つの S ですね。おっと仲間になれそうっていうところで、あのこれはちょっとペルビスだけじゃなくって、もうその後自腹でだったんですけど、ポスチュラル受けて、前預金受けて、でアイ&アイまで来て、今ここに座っているて。気がついたらここ、はい、気がついたらここに。そんな伊勢でした。あ、もうだから早く伊勢さんとロンを同じ場に私は引き合わせて、もう二人で好きなだけいろんな S の話をしてほしいですね。やばい。それがもう、それができたらいいな、いい、ね、楽しそうですね。楽しみです、うん、ね、うん、頑張ります。自力で腸脛骨までたどり着いて、腸脛骨まで、なんか腸脛骨のネックレスつけていこうかなとか思ってるんです。ロン大喜びしますよ、絶対超喜びますよ。ここにつけなダメですか、ね、でもそれもいいかもしれない。すいません、そんな感じです。なんかあの私がすごく印象的なのは、3人の今回講師トレーニング始めるお三方に、まあ、結局のところこう私とケニーで口説きに行ったわけですけど、 3名それぞれその時こう3人のリアクションってこう三者三様というかいろいろだったけど、あのミキさんが一番あの多分 0.5 秒ぐらいではいやりたいですって言ってくれてすごく嬉しかったっていう記憶が強烈に残ってます。ありがとうございます。やった、嬉しいって言ってもらえたのが途中で、え、もしかしてこれ誘われてますみたいな。そうです、そうですよ。そうです、口説きに行ってます。どうしよう、そうです、はい、っていうのがねすごい印象的、はい、まさか腸脛骨でね、うん、そうですね、やっとここに、はい、なんか条件は何でもいいですって言ったのを覚えてとにかくやりたいです、とにかくやりたい、うん、勉強したい、腸脛骨を伝えたい。腸脛骨はこんなに面白いってことですね、はい、変態を増やして。でもあのやっぱ人の骨の中で一番クレイジーな形してますよね、腸脛骨。そうですよね、何をどうしたらこういうデザインになるのかなっていう、本当に美しい、うんうん、あ、ちょっと変な顔。いや好きっすわ。本当ですか？でもあのその横に骨盤があるだろうって。あ、そうそうそう、おっしゃってた。でこれがそこに大内転筋が見えるかいっていうのを論で衝撃的なことを言われた。私もだから講習会で、私は講習会で腸脛骨の話とかはって聞いて、腸脛骨ってあんま勉強しなかったなと思って、腸脛骨をこう並べて、うんうん、こうひたすらスケッチをして、こうもっと腸脛骨と仲良くならなきゃいけないってやりながら講習を聞いた回がありましたね。へえ、かそう考えても側頭骨と下顎の大腿骨やんっていう、あ、確かに、そういうことをロンが言うんです。そうそうそう、へえ、ここの AFIR が見えるかみたいな、ね、ああ見えるかもしれないね。見えそうです。見える見える見えるんですよ。見えそう、そうそうそう、ここがこうなってる時にこっちもこうなってるからさ、みたいな、
今すごい勉強してます。そうそう、だから揺らぎの話とかもここで揺らぐのとここで揺らぐのと、じゃあこいつらが一緒の動きをするだろうっつって、ここもラテラライゼーションしなきゃいけないだろうみたいな。右が動いた時右みたいな感じですか？それめっちゃ面白い。 TMCC はね、そうですね、これと骨盤のこれとこれがここと一緒にしたいよねっていう。頑張ります。まだ出会えてないな。そんな話も、そうだからもう、ミキさんここからそれこそピアノの勉強を重ねていく中で、本部の方にアメリカの方に行って、はい、アメリカでその長期骨の話とかもっともっと掘り下げる講習も取ってもらいたいし、はい、頑張ります、はい、ドキドキする。ついてきます我々も。ありがとうございます。勉強しよう。今でも本当にあれですよ、教えることが多分一番の勉強だと思うし、そうですね、確実に、うんうん、3人に直接言ってますけど、で多分これでも言ってると思いますけど、6年前7年前だから始めた時の自分たちの理解を考えると、自分個人的な理解を考えると、まあこの3人の方が理解してるだろうなと思います。本当にいやいや、7年前思い出しても怖いことしかないの、うん、よくあれで教えたなと思って、この間も思い出してたらやばい、まあ、多分ケニーは7年前教え始めた頃って私多分32歳、ケニー30歳ぐらいでしょ。7年、29じゃないですか。 29、30とかじゃないですか。29、30とか多分31、32ぐらいだから、うん、怖っと思って。よくやったよね、ピチピチ。まだ若かったな。勉強させてもらいます。とんでもないです。だからもうミキさんの一緒に頑張って。じゃあミキさんのバックグラウンドとしては今はパフォーミングアーツの方がすごく多い。そうですね、整形外科、整形外科と訪問リハビリ、うん、訪問リハビリだから結構もう老若男女ですよね。そうですね、スペクトラムで言うと、うんうん、いろんな方見てきてる、ね、年を重ねた、うんうん、方たちも結構たくさん見てきましたし、そうですね、そういう意味では多分私が見てきた患者さんとだと全然違うところも見てるから、そうですね、はい、かもしれない。そういうところがフォーミングアーツは本当謎ですよね。市場面7ビヨビヨなのにもう SLR どんだけ行くんだよみたいな感じなのに全額面全然落ちない。そうなんですよ。お前ここどうした。そうなんです、本当にここどうしたお前っていうのがいっぱいいますね。不思議です、本当に不思議。だから別にね、可動域あっていいけど、うん、どこで何をどう制御してるんだい、うん、君はっていう、どこで自分がどうしてるか感じてるのかなっていうのが、うんうん、ないと大変な世界ですよね、あそこはね、思います。長く続けていくにはね、そうですね、若くて元気なうちはいいけど、うんうんうん、そんな話もいっぱい聞けそう、講習会で。楽しみ、はい、あ、ドキドキ。ペルビスが良かったですか？あ、ペルビス一番分かりやすかったです。あ、そうか、あ、そうか、そうかって感じでした。その今まで理解してたことが、うん、本当こういう感じで場所みたいな、点点点としてあった。そうですね、この辺この辺、概念として、うんうんうん、その関節とかじゃなくて、でそれが、あ、こことここくっつくんやとか、ここもこう近いぞっていうのが、なんか、あ、そっか、だから人間の体って一個でいろんな角度から見てるんだな、うん、私が見てたのはここだったけど、うん、こっちから見たら面白いかもとかっていうのが、なんかペルビスで私は感じたんですよ。で、うん、アイ&アイを受けて、うんうん、この間ね、もっとなんかズブズブってなるほどみたいな。よかったよかった。ズブズブアイ&アイでズブズブしてもらったらもう我々の思惑通りですね。面白かったです。そうですよね、うん、まあでもペルビスで助けられ助かった人なんで、僕はペルビスがあってよかった。サッカー選手ずっと見てるから、ペルビスがなかったら、ね、多分逃げてたと思いますね。もう断念してたと思います、多分。へー、まあ、きっとポスチャルだけ取ってガリガリやってやっぱうまく進行できないぞっていう患者さん、うん、特にサッカー選手はいっぱいいるだろうから。うーん、でペルビスね、結構できたら最近ですもんね。そうですね、あ、そうか、一番3つの中で一番最後にできたやつで、うん、論的にはいやもう話してるよ、マヨキンとポスチュラルで話してるよって言っても、いや話してるかなっていう。ロンよく言うよね、なんかここで言ってるつもりなんだけど、まあ、君たちはおそらく理解一致してないだろうから、こうやってここで説明するねとか、うん、すいませんでした、すいません、わからないです、すいません、はしょりすぎて分かってないですみたいな。なるほど、そういうのが最近多い、多くないですか最近。ロン最近はしょってた部分の説明が出てきて、おお、そういうことだったのかみたいな。それもちょっと早く聞きたかった。教科書をこう
見直されてるんですよね今。その作業でも結構、ね、結構でもローンというかペアライフ本部は常にテキストは見直していて、うん、それが今は前金やってます、うん、次にポーシャルみたいな感じでこうずっとローテーションしてる感じ、うん、あなるほど。で年単位であの改定がされていくので何年1年ちょっととかかけて前金が変わって、うん、で次に1年ちょっとかけてまたポーシャルが変わってみたいなのがずっと続いてる、うん、なんか、うんうん、で PR ジャパンも、まあ、3人講師が増えるということで、じゃあちょっとまあ見直しましょうか、うん、それぞれの講師を見直すいい機会だなと思ってて、同時に3つ全部多分できないけど1個ずつだんだんこうやっていこうかなと思ってるの で、ね、ペルビスの時はミキさんもぜひありがとうございます、お願いします、頑張ります。まあ、一番整理されてる講習ですから、まあ、そうですね、元がね間違いなく一番整理されてる講習です、うん、なんかキチキチした人たちが作ってる講習だから、勝手な印象ですけどミッキーさんもキチキチしそうだから、あ、バレてるキチ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 作ってたら多分あれはさらに磨きがかかるんじゃないかなと、うん、楽しそうだなとは思ってます。なんかこうペルビスを受けた時にこうなんて言ったらいいんだろう、なんかさっきも言ったんですけど、こうすごいつながる感じっていうのが、もともと私あの測定板とかも勉強してたんですよね、うん、あのであとテーピングとかも勉強したりしてて、うん、でその測定板の時って結構こうここから下お腹から下とか、うん、で見てる上手い人たちとかはやっぱこの全体とかご覧になってるんですけど、なんか私はまだ骨盤の動きっていうところぐらいまでしかついていけてなかったんだと思うんですよね。でだからこそペルビスから入ったんで足の方はすごい理解がしやすくって、あなるほどなるほどなるほどっていけて、そこから上がだんだんつながっていったっていう感じ で眉筋はもともとこう筋肉とはよく PT っていう仕事柄近いと思うんで、あそっかそっかっていう感じだったんですけど、なんかペルビスから入るのって難しそうなイメージなのかなと思うんですけど、私は案外おすすめでした。自分がやってきてなんかすごい PRI っていうのがなんかこうこうやって見ていけて面白かった。でもなんか面白みは詰まってるかもと思うんですペルビス入りやすいポイントはそれぞれありますよね、うんうんうん、でもそうだからペルビスを日本で最初に触れ始めた頃って、まあ、眉筋とポシャルを取ってるっていう前提でお話しするよっていうところから入ったんですけど、うん、でもまあ教え始めた時に最初のその1週目とかで来る方ってやっぱり眉筋もポシャル取ってる人が帰ってきてくれることが多かったので、あなるほど。でもこう教え続けていくうちにやっぱペルビスが初めてのPRIですって人がどんどん増えてくるから、うん、あ私の教え方をちょっとどんどん変えてって眉筋とかポスチャルが分かっていなくても、あなるほどなるほど、入りやすいようにしなきゃいけないと思って、うん、途中からどんどん導入を変えたりもした講習ではあります、うん、だからやりようによってはその入り口のところ最初 の概念のところお話さえ入ってこれれば、まあ、中入っちゃったら面白いじゃないですか。あそうですね、うん、面白かったです。あそこ、まあ、導入がね導入、まあ、導入はどの講習も、ね、導入はどの講習も難しいところではあるんですけどね、あるんですよ。ミキさんなんか私なんかその人の体が謎だなって思ってた時に、うんうん、なんでこう川の水ってずっとこうやって右に回ってんやろうとかずっと川を見てた変態の時期があってミキさんは総じて変態ですよね。総じてなんか褒め言葉ではありがたい変態を担って、変態じゃないと分かんない。でも変態じゃないと多分こうしたトレーニングもそもそも始めてないですけど、でもあの変態の中でも結構な変態ですよね。なんかそうです、あの骨模型とか その膝関節とかを見て、うん、当時あの勤めてたところは本物の人の骨だったんですよね、アフリカ系の方、うん、このチビ具合とかこの人こういう姿勢やったんかなとか、うん、骨曲こうやってできてるってことはここに負荷かかってたんかなとか、うん、っていうのをこうじっと考えながら妄想するのがすごい好きだったんで、なんかこう人の体をこれからますますあの妄想とともにいいですね。なんか普通になんか観察がね、うん、変わってきますよね、うんうん、あなるほど。まあ、PRI そうですね、学び始めてこう特に初めて会うクライアントさんがドアから入ってきてこっちに歩いてくるまでの観察とかね、何を見て何を感じて、まあ、別にだから何ってわけじゃないですけど、うん、ちゃんと評価ももちろんするんですけど、
あの人を全体的にこう自分がどう見てるかとかは変わりましたね。まあ見方が紫かかっちゃいます、ね。あはメガネかけて。の世界が。中立そこ行き過ぎないようには頑張るけど。あでもなんかどうしたもね。そうそうそう。私は最近人を振り子でよく見てるので、ああどんな振り子でどこら辺で触れてる人だなっていうのをこう歩いてここに来るまで見てて、うーんで問診しながらさらに紐解いていける感じ。なんかもう目が熱い。だ多分なんかいろんなそういう話も聞きたいですね。いろんなね、うん、あのミキさんのも知りたいし、見方みたいな、ね、人をどういうふうにも見てるとか、なんかそういうのもこういろんな講習会通じてこう交換し合えたりしたらいいなと思ってます。だから人が増える強みですよね、うん、絶対なんかそれぞれの既存の知識とかやってきたことが違うわけだから、うん、それでまた違う面白みは絶対出てくると思う、うんうん、じゃあもうちょっとミキさんの個人的な色々も知りたいんですけどね、はい、好きなどうしようかな好きな動物は好きな動物は犬派猫派あ犬派猫派で行くんですか今赤ちゃんって言いそうでした赤ちゃん人間チーム動物みたいな感じで観察してたんですけどでも赤ちゃん一番興味深い動物ですね興味深い動物ですね犬派です犬派ですか、はい、じゃあ毛に派だ犬派です猫派ですね猫派ですねですよねってあの LINE のあそっか LINE の写真が猫だはいじゃあコーヒーか紅茶派でいうとコーヒーですおコーヒー素晴らしいえコーヒーブラックでもあブラックですコーヒーブラック全員ブラックですはいじゃあキノコかタケノコかあーキノコなんですえキノコ派キノコ派ですえダメタケノコでこっちもタケノコなんですけどこの人過激だからタケノコ好きとかいうやついるみたいなこと言っててこれじゃタケノコ派ですよあじゃあそうキノコ派好きキノコ好きとか意味わかんないいやチョコに刺さってだけですよ違うんですよあのこうキノコのあの中のこうサクッとしてない感がサクッとしてないしてないじゃなんかしけってる感がちょっといいんですよなんかキノコのしっかりこうパリってなってる方が好きなんですタケノコなんか結構しっとりめじゃないですか。クッキーサクサクで、はいはいはい。それが美味しいですよ。ポリって感じがいいですね。そうそうです。なるほどなるほど。いやーちょっとじゃあそこは分かり合えるまで頑張ってみましょう。分かり合えるように。そうか。うち今スナックに最近タケノコの里導入しちゃったからな。キノコ頼んでないな。全然タケノコでいいと思う。じゃあキノコもじゃあレースしましょうか。ミッキーさんの講習会の時はどっちが売れるか。それ面白い。どっちが売れるかにありましょう。ありがとうございます。ぜひあとは何だろう VS 系だと VS 系だと目玉焼きに何かけるかあー聞きたい塩あのすごい美味しいお塩があるんです銀色の袋に入った銀色の袋に入ったでそれをかけるといやもう醤油とか卒業しちゃいました卒業俺もでも塩コショウハスちょっと銀色の袋銀色の袋また私でもむしろあのソース育ってる時じゃあグローインアップなんて言うんだけど子供の頃は何もかけなかったけど、旦那がソースなのでソース美味しいよってだんだんソース派に引っ張られてたソースはちょっとそうソースってソースちょっとと思ってたんですけど意外といけるぞっていうソース塩コショウですね断然ちょっとそこはすいませんじゃあ苦手な食べ物ってありますか？あります。なんだろう。きゅうり。あいしょ。こっち派だこっち派。ちょっとなんかちょっとちょっと近いですね。ちょっとここあれ残念だな。もうきゅうりはねダメなんですね。俺の話になっちゃうからね。もうあれもうちょっとダメです、ね、昆虫が召し上がる。昆虫じゃダメもん。そうです。そうそうそうもう何だったらスイカの一番食べないとこじゃんって思ってもう、ね、何を食わされてるんだっていうそういう感じですサラダにキュウリが乗ってきただけでもそれが食べれなくなっちゃうあそこまでがキュウリ乗けてもなんかそのキュウリが乗ってた葉っぱのあでも分かります、 ソーセージの横にキュウリいたらそのソーセージがちょっと残念になるそうそう分かるすげえ分かる食べられるけど残念みたいなそうですこれじゃ食べないですからねちょっと汚染されちゃってるから、ね、汚染あそうか、キュウリダメなんですねまさかのキュウリ嫌いがいたかいましたねよろしくお願いしますました、ね、ちなみに星座は星座は、
星座ってお羊座とかそういう、あ、お羊座です。お羊座なんですね。お羊座です。 お誕生日じゃいくつですか。今度のミーティングの日なんです。4月15日です。4月15日、やだ、ちょっとズーム経由ではプレゼントがすいません。じゃあみんな誕生日も把握していかないときに。そうですね、そうです。ちょっとそれは担当受けにお願いします。いつなんですか。私8月です。8月の23日。6月の12日です。4、6、8、みそみんな、はい、はい、6、8、10、太一くん、いつだっけ。太一さん、太一さんに早く会いたい。太一さんすごいですよ。もう楽しみです。明日会えますね。あ、そうですね。あ、そうですね、そうですね。楽しみにしてます。ね、はい、あとは何、なんか聞いておきたことあります、ミッキーさんに。今はお酒は飲まないけど、お酒は飲まれるんですね。はい。じゃあお酒はビール、ワイン、焼酎、リカー系、日本酒、何が好きか。ジンです。おー、ジン、ジン、トリジンライム。あー、いいですね。ジンライム、僕もそこはうちの名の時が合いそうですね。あ、ぜひ。あ、今日ジンずっと飲んでました、ね、あ、そうなんですね。ジンライムが好きでした。結構いける口ですか。結構いけてた口です。いけてた口。うん、じゃあ鍛えればすぐね。鍛えればすぐ。何でしょう、もうなんか失敗は数知れず。でも思い出さないようにしている。そういう失敗なの聞きたいけど、今回じゃない。今日、今回はやめないかな。記録はできないやつ。はい、そうです。放送しないやつ。じゃあ、じゃあ、ちょっと今日の後で聞きます。はい、シラフ頑張って。そうか、シラフだとあまり聞けないから、楽しい話が。ちなみに行ったことがある、例えば海外とかって。海外は、どこに行ったかな。ご出身はどこですか。出身は兵庫県です。あ、兵庫、兵庫で。行ったことあるのは、うん、イタリア、フランス、うん、ポーランド、アメリカ。おお、私より格段に多いぐらいです。いいですね。なんでイタリア、フランスだったんですか。イタリア、フランスはあのお友達と大学生の時に行って、でポーランド、あ、イギリスもでした。ポーランドとイギリスはあの主人と新婚旅行で行きました。いいですね。いい、じゃあ行きたい国は。行きたい国、コロナがもうどうでもよくなったら。行きたい国か、どこかな。アフリカとか行ってみたいですよね。いいすね。でもいいすね、いいすね。なんかこう行くだけでいいです。え行くだけでいい。そう、行ってこう、なんだろう、なんかそこでどっぷりっていう感じではなくて。あ、旅行に行ってもなんかもうちょっと観察にぐらいの感じです。人々を、文化とかね、なんだろう、なんかちょっとまだ怖さとかもある気がします、私、うん、広いんで。アフリカね、アフリカのどこかにもいますね、うん、あ、もうすごい、もうなんかメジャーなとこしか。都会ですもんね、結構ね、アフリカもね、うん、あ、そうなんですね、うん、結構都会のところとか行って、あのアメリカに行った時に結構アフリカ、本当にあのおじいさんは向こうに住んでるとかいう子たちとか結構いて、時々向こうに帰る子とか、相当都会だよって言ってたりしたかもしれないね。そうなんですね。ナイジェリアの子とか。俺はエジプト行ってみたいです。あ、同じ辺を考えてみた、上の、エジプト、誰がなんでこんなもの作ったんだろうなっていうのをちょっと。あ、確かに。やっぱりちゃんと自分の目で見てみたい、うん、トラップめっちゃあるっていうピラミッド。ちなみに、うん、ミッキーさんって英語結構喋れる。結構は喋れないです。もう片言だと思ってください。どうやって勉強してたんですか。あ、それはちょっと今言えない。今言えない。あ、じゃあ今日なんでだろう、聞いちゃった。それこそ後で聞きます。じゃあ妄想しちゃうな。あ、英会話教室です。あ、全然言えるじゃないですか。いや、多分なんかいろいろあるな。後で聞こう、細かいこと。英会話教室。なるほど、なるほど、ね。じゃあこれからミキさんのまたさまざまな側面も紐解いていきたいってこと で、ね、ぜひまたあの気が向いたらこういう動画にも戻ってくれば、はい、ありがとうございます。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。